勝山スケーティングクラブは、かつて、宮城県仙台市青葉区上杉に存在した、スケートリンクである。仙台市都心部の北側にあり、上杉六丁目交差点の南西の外区内に位置する。1978年12月9日開場し、2009年4月30日に閉鎖された。同年中に建物は解体され、跡地は、 西遊勝山公園店等の平面駐車場として利用された。当地は1688年創業の勝山酒造が1857年、仙台藩より三木五用酒屋に任命された際に与えられた土地であり、同社の酒蔵などがあった。遠く角の西側部分に1972年に勝山ボーリングクラブが開業。 北東部分に1975年に東日本放送が開局し、中央南部分に1978年に東アイススケート場が開場した。1階は駐車場、2階にリンクや付属施設、カノースポーツカツヤマスケーティングクラブ店があった。全天候型で年間を通してスケートを行うことが可能であった。会場当初から、 トーリンク所属のアイスホッケーチームとフィギュアスケートのクラブが発足した。しかし利用者数は会場間もない1980年に約18万人年でピークとなったが2000年代後半は4から5万人年で推移するほど落ち込んだ。トーリンクをホームリンクとしていた時期がある冬季オリンピックフィギュアスケート日本代表は以下の通り。他に 日本人初の NHL 選手である福藤豊が高校生時代に通っていたことが知られており、鳥のオリンピック後には中野ゆかり、鈴木淳ら著名なスケーターが何人も滑りに来ていた。その他、仙台放送、スポルタン、ライブの二大目アシスタントで、女子大生、プロアイススケーターとしても活躍した新海文子も、トークラブにところを属していた。ありがとうございます。